奈良に行ってきました。前編後編とあって今回は後編。まずはお昼ご飯を食べるところからスタート。え、えみこちゃんどうする？どうしよう。え、マジでさ、だってさ、唐揚げランチがさ、いっちゃん安かったやん。うん、でも周りの人の見てさ、和樹ださ、え、やばいかもみたいなんてやん。Google マップもう一回見出したらこんなにでかいって思ってなかった。見てちゃんと、だって和樹の手が手を合わせたらちょっとちっちゃく見えちゃうかも。でもでかいのがいっぱい。マジで想像以上の。え、死んだ。何も食べれへんかもしれへん、こっから。まあ、なんか老けた気がする休憩したのにな。そう、お腹が空いて、なんか最初おもち食べたから、うん、まあ、次しょっぱいもんだねみたいな。そうそう、食べたいなって、うん、なんか食べ歩きしたいから、まあ軽くパッて食べられるもん食べるみたいな言って、なんかちょうど、まあ、ご飯とお味噌汁とメインの定食屋さんみたいなのがあってんな。カフェか、うん、カフェで唐揚げ食べたかった。塩レモン味、塩レモン味がめっちゃ美味しそうやってんな。なんかいいやんなんて、うん、暑かったし、うん、そこが間違いでしたなんかほんまにな、なんか斜め前ぐらいの席の人の唐揚げ運んできた時に、ほんまに失礼やと思うんだけど、うちやばい、えみこちゃん見てって言っちゃって、めっちゃジロジロ見ちゃって、そう、こんなんやったもんな。で一瞬、いやあれは大盛りやろって思ったけど、うん、大盛りなんかなかった。なかった。ちゃんとあの Google マップでもう一回見たもんなそうそう、待って待って待ってってなんか向こうの人もさ、え、なんでそんな見てるみたいな顔やったけど、うん、別にその人の顔も覚えてへんくらい唐揚げしか見てない。そうそうそう、ほんまに。ちょっと待って、置いてる。ほんまや。受けちゃうの？なんか急に朝一みたいになった。もう朝ちゃうけど、うん、もうほんまにびっくりした。びっくりした。もっと値段上げた方がいいよなあ。え、でも唐揚げはめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しい。ほんまになんか1個目とか、美味しいってなったよ。そう、残すことがすごい申し訳なかった。そうそうそう。え、でもほんまにあれは、うん、怖いって見ようや。え、見よう。はずきちゃん休憩中です。休憩中です。涼しい、ちょっと影やから、まあ、うん、やばいな、やばい、疲れた。なんで唐揚げ食べただけでこんな疲れたんやろなんかさ、今日さ、なんでこれで疲れるんやろみたいなばっかりじゃない。え、なんか、カキラ、こっから大仏見に行こうとしてるやんな。行ける？え、マジで、春日大社行って、あの、餅食べただけで3時。え、出てたよ、なんか。え、何なら公園でさ、一日潰すんやろ、みたいな。そう。多分同じ現象なってんじゃん。うん、暑いし、歩くし、あれは疲れるわ。ね。いただきます。いただきます。ゆこうすかしゅ。なんか、初めて出会うやつ。うん。徳島の柑橘って言ってた、うん、いただきます。あ、美味しい、美味しい。なんか今求めてたやつやわ。なんかすだちでもない、なんか柚子でもないみたいな。でもすごい爽やか、しかもありがたい大容量マジで暑いとさ、そう、こういうちょっとシュワシュワっとして爽やかなのごくごく飲みたくなるよね。マジで美味しい。バス停最初間違えてて、次タクシー乗ろうと思ったらバス見つけて次のバス停まで走った。走った。そしたらバ
バスの時間も違う。どうなってんの。しんどい。バスという素晴らしい手段を使いました。ただ私たちはバスをバス停がミスりまくって、うん、カズキラじゃない、 Google マップが、 Google マップやで、ほんまに。でもほんまに、うん、稀にてかもうほんまにここ数年でしたことないぐらいの猛ダッシュした。まだあかん。でも多分さ気持ちさ 50m6 秒ぐらいで気持ちが走ったけど全然進んでない。めっちゃ遅かったよな。めっちゃ遅かった。自分でもちょっと分かったもん。全力やけど足の進んでなさ。めっちゃ遅かった。こんなんさ日本人にこんなんなるんやったらさ、海外の人はどうしてるんやろな。でもさ、うん、あんなに足を早く回転させたの久しぶりやった。またなんかぶりっこ走りみたいなのさよくするやん。するするする。ヒールとかでなんかちま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 さ、全然進めへんやつ。違うで、ガチやからな。ガチマジ。ほんまにスニーカー履いてきてよかった。ほんまにスニーカー必須です。必須です。危ないわ、ここから人が。行きましょう。こびっくりした。念願の。買いました。顔はこっちだけなのね、うん、大仏さんクッキー、さんバターサラクッキー、横にお風呂のつぶつぶついてます。いただきます。いただきます。大仏見せながらカツキムギよ、うん、あ、これは焼いているかな。無理や、カズキ。うん、あ、おいしい。うん、ちょうているやつや。焼いているわ、これなんかちょっと塩っ気効いてる。なんかな、ちょっとほんまにかじった感じ、うん、でもクッキーだけでも美味しい、うん、美味しそう。ちゃんとしたクッキーやんな。うん、でもこれは両手いるわ。いる。今ちょっと半分噛んでやばいなってなった。ほらこんなんなったし、手つれ食べるわ。食べます。Thank you.